こんばんは、おみやです。今日はですね、視聴者様からのリクエストで宇都宮市にあります中華30番さん、こちらに行ってまいりました。場所なんですけれども、宇都宮市中泉奥州街道沿いにあります。営業時間が8時までと書いてあったのですが、最近早く閉まるという話を聞いたので電話で確認してみたところ、この日は4時で閉まるとのことだったので、おやつ感覚で食べに来ました。来店するときは確認して行った方がいいですね。メニューですが、人気の麻婆ラーメン、チャーシュー麺やタンメン、品そば、餃子やレバニラ、カレーライスなどがあります。私は麻婆ラーメン700円を注文しました。お店はおばあちゃんと娘さんでやってらっしゃいます。注文が入るとおばあちゃんが手際よくニンニクをすり始めました。提供時間は結構早めですね。大きなお新香がついて食欲をそそるニンニクの香りです。いただきます。まずスープなんですけれども、非常にねニンニクが強めでガツンときますね。このラー油といいますか、辛みがね結構ありますね。なかなかのニンニクのえげつなさ、まさに天竜源一郎のえげつないキックのようです。ちなみに辛さとニンニクの量は言えば調整可能だそうです。そしてこの麺なんですけれども、細麺ですね。とてもね長い麺で、スープが非常にね絡みつきますね。プロレスでいうところのロープ越しに絡みついて逆エビ固めをする網走選手のようです。寒い日には温まっていいですね。そしてね、びっくりしたのがこのお新香の量ですね。サラダのようですね。口に入れた瞬間酸味が広がり、しっかりとした味付けがされています。まさに小さな巨人グラン浜田選手のスイング DDT のようです。そしてね、このひき肉と豆腐もゴロゴロと入っています。ご飯にのせたり、残ったスープにご飯をドボンしたらたまらないんじゃないんでしょうか。お店の中の雰囲気が結構ね昭和の雰囲気で、好きな人にはたまらないんじゃないんでしょうか。今度はおやつではなくお昼に来たいと思います。その時にはチャーハンなどを頼んでみたいと思います。体が温まって大変美味しかったです。完食です。ごちそうさまでした。帰り際におばあさんに丁寧に頭を下げてもらって大変気持ちよかったです。はい、といったわけで、中華30番さん、あのニンニクが効いて刺激的なスープ、そしてスープとあんが絡まるあの麺、たまりませんでした。次はねご飯と一緒に食べたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。